ビクトリーズの J か。いいところで出会えたよ。探してたんだ。僕かい？そうさ、お前とは一度1対1でやってみたかったんだ。え、どうして僕と？カイコーチが言ったのさ。もしお前と差しで勝負するチャンスがあったら、次のグランプリのためにも今のお前の実力を見極めてこいってね。カイが？お前とコーチ昔知り合いだったんだろ。グランプリで仲間のサポートに徹してたお前の走りを本当の実力だと思ってないんじゃないのか。カイ、コーチが間違ったことを言うとは思えない。勝負には勝たせてもらうけど、コーチにはきっちりと報告させてもらうことにするよ。ジュリアナ、僕は世界グランプリで実力を隠したつもりなんて全くない。彼は僕を買いかぶりすぎだけど、それはチームプレーを考えた上での話だろ。チームの勝利を考えてサポート役に徹するのも立派な実力さ。まあいいさ、そんなこと。レースすればわかることだからね。それにカイコーチがそこまで評価するお前の全力ってやつ、私も興味あるよ。今回はチームプレーをする必要もないだろ。僕はいつだって全力だよ。でも確かに今回はチームのことを考える必要はないからね。エボリューションの力を見たいのなら見せてあげる。ただし悪いけど君の敗北と引き換えだ。ふん、面白い。見せてもらうよ。負けた？僕の勝ちだ、ジュリアナ。完全なる勝利が。まさかこれほどとはな。確かにコーチが言ってただけのことはあるよ。カイ、今回は私の負けだ。でもお前の力は見せてもらった。次の世界グランプリは必ず勝たせてもらうよ。
エボリューションの進化に終わりはない。次に出会っても今のままだと思わない方がいい。それはこっちも同じさ。今回の負けは私のミスだ。 BS ゼブラの本当の実力、次で必ず証明してやる。楽しみにしてるよ。今はビクトリーズじゃないよ。それよりピコ君が次の相手かい？イエーイ、俺が相手ね。へえ、ピコ君がここまで勝ち進んでくるなんて。オフロードコースなんてほとんどなかったはずなのに。ジャミン、今日すごくいいリズム。俺まだ誰にも負けてないぜ。なるほど、ピコ君も世界グランプリの時とは一味違うってことか。油断できないな。このレース俺が絶対優勝する。優勝のトロフィーみんなのとこに持って帰る。だからこの勝負は絶対負けられないぜ。それは僕も同じことさ。エボリューションも今最高に調子がいい。それにここのコースは完全なオンロード。帰国には悪いけど僕も負けるわけにはいかないよ。ジャミン、今最高にベストのリズム刻んでる。オンロードもオフロードも関係ないぜ。そう、手を抜くつもりなんてないけど、それなら安心だ。ピコ君の実力、この目で確かめさせてもらうよ。オーケー。ジャミンの力、グランプリの頃と一味違う。ジャミンの本当の走りを見せてあげるよ。うん、それじゃあ勝負だ。ピコ君、お互い悔いのないレースをしよう。オーケー。ジャミン、オフロードタイプのジャミンがここまでの走りをするなんて。もしコースがオフロードセクションだったら負けていたかも。ジャミン、あんなにいいリズムだったのにどうして。確かにどっちが勝ってもおかしくないレースだった。僕が勝てたのも偶然かもしれない。ジェイ、ジャミンの走り確かに見せてもらった。この調子だと次のグランプリ
クールカリビアンズはかなりの強敵になりそうだね。ああ、悔しいけどこの勝負俺の負け。でもこの借り、必ずグランプリで返す。だからお前もそれまで負けるな。うん、わかった。頑張れよ。